わきわき系 YouTuber のタコボンドです。早速ここにドラゴンがいる。やべ、飛び上がったぞ。そして見てこれ、仲間がうじゃうじゃ来たぞ。さあやっていこうか。早速、果たしてドラゴンはね、倒せるのか。じゃあみんなにこう指示をしていくぞ。ここ来た来た、撃ち始めたぞ。これはさあ、これは勝てるか。結構体力あるなこいつ。降りてきたぞ。よし、やばいな。でも強いぞ。一発でなんか倒されてるのかこれ。やばい、破壊された。でももう少し、もう少し倒せるぞ。これはいける。来たか。おお、やりました。ドラゴン倒せるんだね。何も手に入らないけど、消えた。あ、仲間がやれちゃったか。あ、なんだこれ、隕石あるけど、まあ、拾えないか。まあドラゴン倒してね、平和になったところで、今回も街を破壊しまくって平和にしていこう。さあ今回とりあえずね、飛行機から作っていこう。ここで作れるようになったんで、最強の飛行機を作っていこう。さあまず形だけど、やっぱ飛行機こういう細い系で行くか。とにかく細く。よし、端の方も伸ばして、こっちも伸ばす。刺さったら痛そうな形。よし、太くもしていくか。それから次はコックピットの部分だね。ちょうどよくはまる。これぐらいでいいかな。お、これそれっぽくなったよ、これ。よし、まあサイズはこのぐらいでいいか。ちょうどいいね。これはなんだ、気球みたいなのつけれるけど、あれつけれなかった。こういう翼か。おお、これでいこう。動いてるね。それから武器だね。なんだ待って、この武器。なんだこの武器。武器はここら辺につけとくか。おー、強そうな感じになったよ。あとは、色をつけてくか、最後に。どれが一番ちょうどいいかな。これは？おお、これちょっとドラゴンっぽい色合い。飛行機完成でいこう。さあ、じゃあ一気に限界まで作るか。ポイントも結構溜まったからね。これが限界かな。7台ぐらいか。ちょっと思ってたより少ないな。車は結構作れたんだけど、この数で勝てるかな。こっち側だから車は通れないんだよね。ここ橋とかがないから、飛行機で行くしかない。よし、おお、こんな感じで戦うんだね。強いぞ。待て、早速一つ目の建物破壊。いいぞー。よし、これバリアっていうか無敵能力以外にもこれ使ってみようかな。こっちもあるけど、まずはこれからやってみよう。これはなんだ？おー、なんだ？あれ？飛行機の動きが一瞬止まったな。で、なんか花火みたいなの打ち上がったね。おっと、どうした？ここだ、ここ。あれ？攻撃できない。
もうちょっと飛行機の数とか増やしていけないかな。車が多いのかな、もしかして。よし、まあ仕方ない。この数でどんどんやっていくぞ。よーし、おお、いいね。どんどん破壊してってるぞ。これ、この国も取れる。うわ、ちょっとこれ住民がちょっと音符鳴らして喜んでるじゃん。おっ、ついに全部破壊したか。この国もいただきました。よし、街づくりしていこう。あとなんだ、とりあえず軍事的で行くか。これで多分強くなるぞと思うからね。そう、早速ポイントも結構たまるね。家を建てることによってまたね、飛行機とか作れる数が増えていくんで。よし、こんな感じでいろいろ設置していこう。よし、行くぞ。これは取れないか。次はじゃあこの国だね。なんかいるな、ここ。相手もちょっと飛行機がいるのか。おっと、なんだ、二つになった。重なってたか。でも来たぞ。よし、まずは、この無敵能力。そして、これも使ってみようかな。建物も破壊するみたいだね、これ。さあ、この能力はどんな感じだろう。お！国取りました。え、一瞬で取ったんだけど。一瞬で滅ぼす能力だったか。いや、もうこれ国取りまくれるな、これは。よし、じゃあ家建てていくか。ここもまずこれ、そして、あれ？待って、建てれる箇所が少ないな。なんか残骸が残っちゃってる。あ、一瞬で破壊したから、その分ちょっと街が壊れすぎたのか。そういうペナルティみたいなのもあるんだね、あれ使っちゃうと。よし、ま、でも飛行機は1台増やせた。おっと、なんだ、やばいぞ、待て、攻撃されてる。やばいぞ、こいつが来てるぞ。よし、仲間を増やしてやるんだ、こいつを。あれ、攻撃できない、こっちか。よし、倒したか。あれは一体何なんだ？さあ、次はこっちだね。この街も破壊していこう。でも飛行機になってから街破壊するスピード速くなったな。さあ、様子はどうだ？おー、ちょっと盛り上がってるね。ここ多いな。この村多いな、村っていうか町。どんだけいるんだよ、これ。蜂の巣を壊すときに蜂がいっぱい出てくるみたいに出てきてるな。あとは町が破壊されるのを待つだけ。暇だな。お、いいぞ。
敵の国も残り2つだけど、どこだ？あった！これか。よし。ここを攻撃して、指示しとこう。それから、あ、下の方にももう1個あったね。この島に2つあったか。2つともじゃあ、我々のものにしとくか。よし。来たぞ。まずは無敵能力。この能力も使えるね。すべての都市を破壊しますって書いてる。え、これ、どういうこと？全部破壊しちゃうってことかな？やってみるか。あれ？お？なんか撃ったぞ。どこ行った？こっちか。おお、破壊。ついに、文明ステージ全部クリアしたか。お、宇宙ステージに進める。とうとう我々も、宇宙へ行く時が来たか。よし。あれでもまだ UFO は作れないのか。じゃあこれ、ここで宇宙ステージへ行けるね。来た、まずは歴史からだね。今回どんな歴史だったんだろう。おー。まあ、いろいろ作って、それから、いやもう、歴史とかよくわからないな、これ。いくら作っていくらやられたっていう感じで、もう歴史がよくわからなくなってるな。まあこんな感じで、この星すべてを我々のものにしたってことだね。なんだ？ここで UFO が作られるのかな？お、始まりました。UFO 作り。じゃあこういう丸い系でいいか。UFO って形を作ろう。おお、これはなんか違うな。お、いいぞ。それから、コックピット。UFO にこういうの、こういうのはついてないよね。よし。こんな感じでいくか。覗けるように。それから、なんだ、なにこれ。アーム。アームとかつけれる。これ、なんか人間の腕っぽい。これをじゃあここに。よし、でかさも、こんな感じにしといてと。いや、伸ばさない方がいいね。おー。未だかつてない UFO が出来上がりきました。ちょっとなんかポケモンっぽいけど。まあ、こんな色合いで。いやもう、UFO に見えないな。あと名前は適当に、まあ、つけとこう。それではカツオでいこう。さあ、カツオの完成。ついに宇宙ステージか。多分これが最後のステージだね。最初、一番最初は微生物だったのに。もうこんな UFO とか作っちゃう宇宙人だよ。こんな進化するんだね。進化ってすごいなー。出た！カツオ。カツオが出たぞ。いよいよ出発で、ミッションとかもあるみたいだね。それから、おー。今度は UFO を操る感じかな、これ。
じゃあこのミッション達成していこう。あった、このなんか光ってる光をくぐればいいのかな。調整して、よし、くぐった。向こうにもあるよ。これでまずは UFO の操作を慣れるように、そういうなんかチュートリアルみたいな感じだね。操作がでもむずいな。よし、次はこっち。高さがねちょっとよくわからないんだよねこれ。よし、とりあえず全部くぐったぞ。これでミッション達成かな。次はこのツールを使って、あれか、矢印が出てる、生き物がいるぞ。これをどうするんだ。おお、スキャンして情報を読み取る感じだね。待って、これどっかで体験したことあるなぁ。この光景、見たことあるぞ。吸い取れたりできたら、面白いんだけど。よし、ま、次やっていこう。これで。よーし、これは適当に飛ばしてと。よいしょ。めんどくさいんでね。よし、次はビーム？ついにこれは？おお、来たー。いや、これとうとう我々も吸い取る時が来たかー。あれ、あ、消えた。あ、途中でなんか離しちゃうと落下ダメージで死んじゃったな。こういう木とかも取れる。おー、もう取りたい放題だな。よし、吸い取ってとー。我々、すごい進化したなぁ。よし、ここら辺も綺麗に吸い取ってと。お、なんだ？これで、あ、さっき吸い取った生き物を逆に出すこともできるんだね。おぉ、村に一匹。別種族の生き物がいるけど、賑やかにしていこう。よし、今度はまた新しい能力を覚えた。レーザーかなこれ。やってみよう、ちょっとここら辺で。おお、倒せる。てか、なんでここ原始人レベルの我々がいるんだ、ここ。こいつ進化に乗り遅れたかな。なんか倒しちゃってるけど。よし、ここら辺も全部倒しておいてと。いいねー。いや、もうこの UFO やばいなー。なんか感染されてるやつが5匹いるみたいなんだけど。いたいた、これか。矢印が出てる。これを倒せてけばいいのかな。倒した？よし、一匹目倒した。感染したのを、あ、いたいた、また。こいつを、倒して、感染が広がらないようにね。こういうのはしっかり始末していこう。まあ、こんな感じで、宇宙ステージが始まったけど、現代の人間もいつか UFO を作って、吸い取ったり、感染者を抹殺したりしちゃうのかな。まあ、こんな感じでした。ではね、次回も宇宙ステージやっていこうと思いますので、コメント、グッド、チャンネル登録よろしく。